メイです。ピンクラテ TV 始まるよ。はい、寝起きでございます。おはようございます。本日の企画はメイの学校がある日のモーニングルーティンです。なんだっけ、 GRWM だっけ、 Get ready with me みたいなやつです。どういう意味だっけそれ。なんか一緒に準備しようみたいな。なのでぜひこの動画を見ながらメイと一緒に朝の準備をしましょう。まあ、学校がある日ということで、今から学校なんですけど、朝の準備をねしていきたいと思います。なんかさ、あの寝起きなんで髪の毛とんでもないんですけど、前髪こんなんだし、触覚なんか意味わかんないし、これから準備するので温かい目で見守ってください。今から朝ごはんを食べます。それでは早速朝ごはんへ行きたいと思います。それではどうぞ。はい、早速朝ごはんを食べていきたいと思います。本日のメニューはフルグラとイチゴとブロッコリーです。私朝はあんま食べないので、いつも食べないか、なんかあんま食べすぎるとあんま体調良くなくなっちゃうので少しにしてます。それではいただきます。ブロッコリーからいただきます。フルグラ、イチゴ、三角食べしときます。野菜から食べると血糖値、血圧、なんかどっちかが上昇を抑えられるらしいんですけど、いつもまだ試したことないんですよね。はい、ごちそうさまでした。今食べ終わりました。ということで次に顔を洗ったり歯を磨いたりスキンケアしたり髪の毛やったり身だしなみの準備をしていきたいと思います。ここで一番時間を使ってしまうのでパパッと終わらせたいと思います。それではゴー。はい、洗面所に移動してきたので身だしなみの準備をしたいと思います。まず何しようかなっていつもなんかバラバラなんですよ、やることが。思いついたことからやってるんですけど、じゃあ今日は歯磨きからします。歯磨き粉はノニオです。ノニオの青いやつです。何色があるのか知らないんですけど、あ、でこの間にアイロンを温めておきます。作り上げた顔見せるには辛っ。歯磨きが終わったので、顔を洗います。おでこ上げた瞬間人相悪い。眉毛かな、なんでだろう、顔丸いんですよ。めっちゃ顔丸くてコンプレックス。髪くくります。髪が濡れると嫌なので本当に丸い。いつもぬるめのお湯で洗ってます。普通に今の時期寒いのと毛穴がね開いてくれるので化粧水が染み込みやすいらしいので、あったかめのやつにしてます。はい、そうしましたら化粧水を塗ります。こちら無印かな、無印で買ったクリアケア化粧水ってやつ。朝にあんま塗りすぎるとベタベタして本当に授業どころじゃなくなるので、あんまり塗りすぎないようにしてます。鼻のここ、小鼻のとことか乾燥しやすいのでよく塗って、本当、なんかもうね、本当に肌が荒れやすいんです、本当に本当に。したら乳液を塗るんですけど、まだベタベタしてるので顔がちょっと乾いてからにします。乳液はこちらです。クリアケア乳液、これなんか前回も使ってたかな、同じの。これ好きなんですよね、ベタベタしすぎなくて、なんか顔に髪の毛がつくくらいのベタベタさになるスキンケア用品好きじゃなくて、さっぱり系が好きです。でもちゃんと保湿はしてくれるタイプのが好きです。乾いたので
乳液塗ります。はい、これくらい、あんまベタベタしたくないので。乳液終わったので、このまま髪をセットして前髪を下ろしてしまうと、前髪がぺったりとくっついてしまうんです。オレゴに汗だくの人みたいになっちゃうので、顔にパウダーします。自分のはまた別であるんですけど、ちょっと自分の部屋まで取りに行くのがめんどくさいので、朝はお母さんのを使ってます。こちらです。ライトリフレクティングセッティングパウダープレスト N ってやつを使ってます。使ってますっていうか借りてます。とりあえずサラサラさせます。顔にくっつかない程度、髪が。はい、 OK。 ということで髪毛やります。前髪が本当に嫌。私は前髪をセットします。まず根元を濡らします。根元、はい、はい、濡れたら櫛、これ何の櫛だ。ハンドルティーザー家に3つくらいありますね。これです。これで溶きながら、まっすぐにしながらドライヤーをかけて癖をつけます。はい、はい、OK です。前髪は乾くのが早いので好きです。たら触覚を出します。出しときたい気を先に、結ぶ前に出しときます。なんか何この毛、こんなんだった。あなた左右どっちも出してください。はい、そしたら前髪そこから巻いていきます。顔周りからね、やっていきます。なんだこれ、触覚は巻き込まないようにしましょう。本当に時間がないんです。本当に皆さんが思ってる以上に時間がないです。私はこの後学校に行くんです。はい、一回、何度だこれ、130度を温め続けたから結構熱いな。 1,2 回熱通してから巻きます。全体的にふわっと、なんかぺったんこだ。もう一回巻きます。直角巻きます。巻きますっていうか伸ばします。なんか変な癖、わかるの、変な癖ついてるので伸ばして、ここ内側に、あ、OK、綺麗。ここなんかいつもこっち側の触覚がうまく出てくれないんですよ。多すぎたり少なすぎたりで。スッと、あ、めっちゃいい。なんか今日はなんかいつもより毛がまっすぐなんですけど、毛先の向きだけ整えます。ちょっと長いからよく見えないと思うんですけど、見せます。内側にくるっと。もう本当に朝は時間がないんで、もう大雑把でいいんです。毛束とか大量に取って、もういかにどれだけ早く準備ができるかにかかってるので、目を極力朝は寝てたいわけですよ。みんなそうだと思うんですけど、寝る時間を増やしてるから準備する時間がとても少ないんですけど、もう寝れたら OK なので、とりあえず準備をどれだけ短くできるかにかかってるわけです。もういいか、ここだけ、この四捨五入したら同じなので OK です。はい、結びます。もう何何この髪の毛やっぱイライラしてきた。ダメだダメだ、こんなに朝ギリギリで生活してるの多分メイだけですよ。みんな偉いね偉いねとか言って、耳上で結びます。あの下すぎるとダサいので、ダサいっていうかメイには似合わないんです。メイには似合わないからメイに似合うようにします。今日めっちゃ髪の毛ツヤンってしてる、嬉しい。なんでだろう、もう腕が疲れるねこれ。まあ許容範囲、許容範囲。微調整します。触覚とか、なんか前髪が気持ち悪いかな、わかんない、なんかなんでもないです。なんか多分メイクさん前髪切ると下手だっただけだと思うんですけど、あ、いいじゃんなんだもん、なんか今日髪の毛ツヤツヤすぎて、なんか特にオイルとか塗る必要なさそうなんですけど、オッケー。今日は何も塗りません。いつもワックスとか塗るんですけど、なんか髪の調子がめちゃくちゃいいので、はい、
めっちゃ良くない？イエーイ。学校なんでね、特にメイクもする必要がないし、マスクしてくんでね、嬉しい。楽だ楽だ。あれなんか忘れてる気がする。歯磨いたでしょ、顔洗ったじゃん、でスキンケアしたじゃん、髪の毛も完璧じゃん。完璧ですね。制服着ればいけます。はい、とてもスピーディーで適当なご紹介になってしまったんですけど、みんなまず身だしなみはこんな感じでした。なんか別に参考になることなかったと思うんですけど、まあ、メイが使ってるものとかね、よく見といてください。うん、分かったでしょ。見て、メイちゃんはこんなものを使ってるんだ。そうです、そんなものを使ってます。ぜひお揃いにしましょう。ちょ、前向き。それでは制服をとっとと着て、マスクをつけて、リュックを背負って学校に行きたいと思います。はい、バイバイ。バイバイじゃない、一旦着てきます。はいはい、朝の準備終わりました。さっきは身だしなみ整えてて、で前髪をねセットしてたんですけど、なんか斜めて、まあ許容範囲なんで全然気にせず行くんですけど、で制服も着て、荷物もそこにあって、もう行ける状態です。でなんかいつも今の時間より10分前に行けるんですけど、今日はちょっと遅刻しそうなので走っていきたいと思います。ドタバタな朝でしたが、最後まで見てくれてありがとうございました。メイの Get Ready With Me どうでしたか？ぜひコメントで感想を教えてください。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。Thank you.